時は2012年。香川探訪の達人、北部は瀬戸内海に面し讃岐平野が広がり、南部は讃岐山脈が連なる香川県。その香川県はうどんの消費量がずっと日本一なのをいいことに、2012年、こんなことをやってのけてしまいました。この度香川県はうどん県に改名いたします。うどん県？香川出身の方たちの反応は？うどん県ですか？うどん県。確かにうどんが際立って目立ってはいるけれど、香川県はそれだけじゃないはず。でもまずうどん県と言い切れるだけの訳も知っておきましょう。不思議な場所にあります。路地やあぜ道を経てようやくたどり着く、そんな道中も楽しみの一つです。そして、讃岐うどんの醍醐味は自由な食べ方にも。天ぷらや薬味、お好みのトッピングでお召し上がりください。いただきます。コシがあって美味しい。うどん店はコンビニの3倍、およそ900店舗があります。確かにうどん県、早朝から開店し、お昼時には閉まるのが一般的です。珍しく深夜まで営業しているこちらのお店、一番人気はカレーうどん。ちょっと一杯飲んだ後のカレーうどんってたまらないですよね。香川県はうどん県、これはもう認めるしかありません。食はうどん、でもそれだけじゃない香川の名所を知っておきましょうね。
うどん県の名所行ってみたくなりました。立林公園をちゃんと立林と読めなかった人はうどん県行き決定です。達人の道インフォメーション。これまで達人の道で特集してきた達人たち、その達人の今はどうなっているのでしょう。フローリングの達人生田がウイルスや細菌対策に着手、時代が求めるフローリングを新たに開発、床から健康を考えた生田の今。エアウォッシュっていう新しい機能を、空中に舞ってるインフルエンザ菌を落とすと、フローリングに落ちた菌とかウイルスが分解不活化が始まって無害化すると。魔法の床ですね。そうですね、菌の削減とかウイルスの削減、あとは匂いとか VOC の削減も低減もしますので、健康フローリング。健康フローリング。このお部屋って空気がいいよね。エアウォッシュフローリングは空気もきれいに、匂いの原因となる菌を光の力でしっかり除去、寝ている間も効果を発揮。だからこんなに気持ちいいんだ。エアウォッシュの生田。今までの当たり前がそうでなくなった今、もう一度自分の周りのこと見つめ直しませんか。私は、家族は、地域は、この国は、風土は、文化は、好き嫌いは、美しさは、正しさは、心は、常識は、あなたは、今ある世界は、本当に昨日と同じか。リシンクしよう。当たり前はもう当たり前じゃないかもしれない。今日、明日を作ろう。世界は昨日と同じか。リシンクプロジェクト。お知らせの後、うどんだけじゃない香川県をたっぷりと。香川探訪の達人、うどんだけじゃない香川県の魚市場。そしてオリーブ。一体魚とオリーブどんな関係が？オリーブハマチ。オリーブには抗酸化作用の強いポリフェノールが含まれています。そのオリーブを食べたのが、さっぱりとしたヘルシーな味わいが魅力のオリーブハマチ。舞さん、香川県にやってきて最初のお食事はオリーブハマチです。香川県はうどん県って聞いてたんですが、それだけじゃないみたいです。いただきさんの海鮮食堂、プロが目利きしたその日一番の魚をいただけるとあって、毎日のように通う常連さんもいるほどの人気店。ではまずお刺身をいただきたいと思います。さあ、オリーブハマチですよ。舞さん、いかがですか。すごい脂が乗ってて、プリプリしててすごい美味しいです。生卵が乗ってるみたいで、これをちょっとつけて食べてみたいと思います。卵を絡めた漬け丼。さっきのお刺身とは違って味がついててプリプリで美味しいです。この後はオリーブハマチの養殖場に行かせていただけるということで楽しみです。今オリーブハマチの養殖場に向かっております。高松港を出港してオリーブハマチの養殖場へ。そこにオリーブハマチ生みの親が。オリーブを練り込んだ餌をあげてます。オリーブハマチというのは、オリーブの葉の粉末を配合した餌を2週間以上与えた養殖ハマチのことを言います。餌に 2% 以上これを混ぜて 2% ハマチがいい。オリーブハマチ、ピッチピチトレトレですね。そしてオリーブを食べて育つのはハマチだけじゃないんです。サヌキの牛。オリーブを食べれば、そう、オリーブ牛に。とろける食感と噂のオリーブ牛、舞さんも食べてみたいですよね。香川ではサヌキ牛と呼ばれている牛がいます。その中でもオリーブを食べて育つ牛はオリーブ牛と呼ばれています。ブランド力が高く人気もあるそうです。ここではオリーブ牛になる前の子牛と母牛を放牧していました。オリーブ牛とは、オリーブの搾りかすに含まれるオレイン酸と
抗酸化成分が豊富な餌で育てられたさぬき牛のこと。そこで舞さん、オリーブ牛生みの親に会いに小豆島まで行くことに。到着が夜になってしまうということで、チェレステ小豆島で一泊します。ここは6部屋しかない小さなホテル。わー、広い。お客様にくつろぎと癒しを十分に感じてもらえるような空間をと2011年にオープンしました。エンジェルロードと瀬戸内海を180度展望できます。さあ、楽しみにしてました夕食はこちらのコースになります。オリーブ尽くしのコースとなっておりまして、オリーブハマチやオリーブ牛やオリーブで作ったパスタもあります。まずはカルパッチョいただきたいと思います。カルパッチョ、こちら瀬戸内海で採れたみたいです。プリプリで美味しいです。この白をいただきたいと思います。大きなこの白、小さいと小肌ですね。すごいさっぱりしてて美味しいです。オリーブパスタもいただきます。オリーブ尽くしっぽくなってきました。うん、ペペロンチーノ風で美味しいです。次はオリーブハマチです。うん、お昼にお刺身を食べたんですけど、お刺身とは違ってホクホクでムニエルみたいで美味しいです。さあ、私も楽しみにしていたオリーブ牛をいただきたいと思います。柔らかいですね、切ってると。オリーブ牛どうですか？噛まなくても勝手に口の中で溶けていく感じで、すごい柔らかいです。オリーブ牛を初めて食べたんですが、こんなに柔らかくなるんですね。もうたまらない、美味しさギュッと。大満足で夜はぐっすり眠れた舞さんでした。そして翌朝。おはようございます。香川県小豆島、2日目の朝です。今朝は昨日美味しくいただいたオリーブ牛を生産している農場に来ています。100年を超える歴史を誇る香川県のオリーブと、瀬戸内の温暖な気候風土の中で古くから育まれたさぬき牛、その2つを融合したのがオリーブ牛と呼ばれます。そしてこの方がオリーブ牛の達人。小豆島に住むこの達人が讃岐牛にオリーブオイルの油を絞った後の果実を与えることに成功。オリーブ牛は讃岐牛の中でも讃岐牛銘柄推進協議会が定めるオリーブ飼料を与える期間と量で育てられた香川県産黒毛和牛のこと。甘い匂いですね。2ヶ月、若いうちで、それが2ヶ月後は 何月出荷に合わせて何。オリーブ牛の特徴はコクがあり、さっぱりしていて柔らかく、しかもヘルシー。オリーブパワーすごいですね。そこで今から手島に向かい、オリーブ園を見学したいと思います。瀬戸内海に浮かぶ島、手島。その手島には東洋最大のオリーブ園があります。東洋オリーブ手島農園。昭和30年、小豆島に続き手島でオリーブ栽培が始められました。日本最大のオリーブ園でオリーブをおよそ3万本植栽しています。その中でここ手島農園では6500本ほどが植えられています。取材に訪れた秋からオリーブの収穫時期、黄緑色の若いオリーブが積まれていました。自然の恵みが豊かなことから名付けられたといわれる手島。まさにその通りですね。達人の道インフォメーション。夢相続、曽根恵子の相続キーワード講座。今日の相続キーワードはこちら、骨董品、美術品。骨董品、美術品というのは
流通価格で申告することになります、まあ、買った価格はあるにしてもですね、相続になった時に売ったらいくらで評価をするんですね。なので鑑定評価をしてもらって、その価格で評価されると、そのように思ってください。夢相続と一緒に相続の達人になりましょう。お知らせの後もオリーブ尽くし。香川探訪の達人、手島から小豆島へ、島から島へはフェリーですぐです。小豆島に着き向かったのは、収穫したオリーブを加工する工場。東洋オリーブ園にやってきました。こちらは新漬けオリーブの元祖。イタリアやスペインの製法とは違い、オリーブを発酵させることなく塩水に漬け込んだだけのさっぱりとした日本人の口に合うものにしています。たくさん製造することができないレアな一品、新漬けオリーブは小豆島名産の大人気商品になっています。オリーブを絞りオイルを取っている機械も特別に見せていただきました。大量のオリーブを絞ってもオイルは少しだけしか取れません。たくさん残るオリーブオイルの絞り果実、以前は捨てられていたのですが、現在は、そうなんです、これを乾燥させてさぬき牛の飼料として活用しています。こうしてオリーブ牛、オリーブハマチが誕生したんですね。直営ショップも併設されています。オリーブ商品がずらりと並んでますよ。ここでは多種多彩なオリーブオイルはもちろん、先ほどの新漬けオリーブ、オリーブジャムやオリーブ化粧品などが所狭しとずらり。オリーブはこんなにたくさんの商品に加工されているんですね。さて次に訪れたのは井上製公園。自然と大地の恵みに感謝を込めて誠意を持って耕す園でありたい、そんな思いで製公園と名付けられたそうです。ここではおよそ3200本のオリーブの木が育てられています。ところがこのお化粧用のオリーブで化粧品を作り上げた達人、秋田さんの開発秘話を聞き、何かこう気になったりとかすることないですかね。大丈夫ですか。カサカサ。はい、じゃあ今度はですね、手のひらを上に向けていただいて、あ、もうやってますね。どうぞどうぞ。少し香るぐらいですけれども、癒されます。オリーブオイルを使ったハンドマッサージも、はい、今の時期はとても、あ、本当に、そうなんですか。うん、いいですね。マイさん、次に訪れたのはオリーブ公園にやってきました。道の駅ということなんですが、オリーブ尽くしということなので早速行ってみたいと思います。地中海の国ギリシャのムードいっぱいののんびりゾーン、小豆島オリーブ公園。瀬戸内海を見下ろす小高い丘に広がる公園です。あ、オリーブ記念館っていうのもあるんですね。オリーブ記念館の中にはオリーブの歴史や産業が学べるオリーブ丸ごとギャラリーが。あー、ここでオリーブの木が初めて試験栽培されたんですね。日本のオリーブの歴史がここ小豆島にあるんですね。舞さん、しっかり学んでいます。オリーブやハーブを
使った小豆島ならではの商品が取り揃えられた売店が充実していて、おすすめです。佃煮もあるんですね。オリーブが入ってる、ラー油もある。色が緑で初めて見ました。ではオリーブ園があるということなので散策してみます。小豆島オリーブ公園ではおよそ2000本のオリーブの木や130種類以上のハーブが栽培されているんです。ハートのオリーブのハーブがあるということなので今探してるんですけど、あ、見てください、ありました。お、かわいい。こんなにオリーブの種類があることを知った舞さんは、うどんだけじゃなくオリーブの達人にもなったのでは。日本で最初にオリーブが実ったオリーブ園、明治時代に日本で初めてオリーブの栽培に成功した場所がここなんです。苦難の時期を乗り越え、香川県のオリーブは現在まで全国から注目されています。 ありました、オリーブの原木が。ここから日本のオリーブの木が始まったんですね。今もそのオリーブの原木が残され、オリーブ栽培の歴史を伺い知ることができます。さあ、ここ小豆島オリーブ公園で小豆島ランチをいただきましょう。小豆島オリーブ公園の中にあるレストランでランチをいただきます。ひしお丼スペシャルをいただきます。ひしおとは麹と食塩を利用した発酵調味料や食品のこと。小豆島のご当地丼です。おすすめの六種盛りは中にはオリーブもあって楽しめますね。タイにオリーブオイルがかかっているということで。タイにオリーブオイルがかかっているなんてヘルシーですね。いただきます。うん、すごい、オリーブオイルの味がすごいタイとちゃんと絡み合ってて美味しいです。パクパクモリモリですね、舞さん。あ、テーブルにもオリーブオイルがあるのでちょっとかけてみたいと思います。お、追いオリーブオイルですね。オリーブ感マシマシですか。うん、よりオリーブオイルさが増して風味もしっかり出てきました。オリーブオイルでヘルシー、しかもお腹いっぱい。舞さん、大満足でしょ。いや、本当オリーブ尽くしの旅だったな。それは何より。でもまだデザートがありますよ。いただきます。うん、最初はバニラアイスみたいな感じなんですが、後からほんのりオリーブの香りと味がしてきます。オリーブソフト、これはここを訪れた皆さんに舐めていただきたい一品です。うどん県でありながらオリーブ県でもある香川県、健康的な暮らしを育んでくれるオリーブですが、それはダイレクトに私たちが食すだけでなく、オリーブを餌にして育つオリーブハマチ、オリーブ牛をチョイスすることで、さらにオリーブの幅が広がっています。さあ皆さん、香川探訪の達人になりましょう。次回達人の道は長崎佐世保の九十九の素敵なことをご紹介。
佐世保グルメから大自然の海など九十九のおすすめを。